おはようございます、こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はですね、知り合いの人が質問があったんですけど、コロコロ変わっちゃう人どう思いますか。意見がコロコロ変わったりだとか、約束を守らずにコロコロ変わったりだとか、そういった人に対してですね、ひとりさんも曰く、そのものに対して思う感じる心は自分次第じゃないかっていう論点から話されてるんですよね。俺もなるほどと思うんですけど、嫌なこととかあった時、自分と考え方が違う人があった時とか、そもそもコロコロ変わった人って信用できる人もいるし、基本的には信用できないって思いますよね。で、その信用できないってことを割り切って、自分がどうしてもその方と方ね、付き合っていくとか付き合っていかないのかっていう論点も変わるって、いろんな意見があるんですよ、みんなね。その時でもやっぱり基本的にはやっぱり自分がどう思うかっていう、ブレない心というか、感化されないというかところがね、重要だと思うんですよね。で、そうすることによって波動を自分が下げてしまうと、それに対して自分が嫌な心が出たりとかして行っちゃったりとかすると、同じことに引き寄せちゃうじゃないですか、悪いことも。だから、もしかしたらそうじゃないという現実を作るためなら、もしかしたらそこを離れていくっていうのもあるし、そこで後悔したから、その人ともまだ全然ね、約束を守らない人とかと選ばなくちゃいけないっていう時は、そこもね、我慢していけるんだったら我慢した方がいいのかなと思いますが、それはね、人それぞれ違うと思うんで、その人が我慢できないということなんで付き合うのやめますっていうことはね、別にそれも正解だと思うし、そうじゃないのも正解だと思うんですけどね。基本的には自分が納得いく形で生きるというのは後悔ない生き方だと思うので、その自分が出した決断に対して後悔しないというのが大事だと思います。はい、そういう人ですね。今日もまたね、今日も雨の日とか、なんか寒い日とか、そういう時って古傷が痛むとか、なんかあるじゃないですか。こう足が痛いなとか、膝が痛いなとか、腰が痛いなとか、そういう時ね、体がね、結構悲鳴を上げてる時とかあると思うんですよ。寝不足だったらさ、神経が集中しないとか、考え事をしちゃう時は、なんか頭の中で何か考えてるなとか、そういったことってやっぱり心のバランスと体のバランス、そこが2つ取れてないと、自分に対してのやっぱりね、波動が乱れますよね。どうしてもこのずっと平常でいられるっていうところが、落ち着けるっていう、でまた落ち着いてるから、それがなんだ、湧き上がってこないのか盛り上がってこないのかって、でもその平常心でいられることがどこにいるかでしょうね。さっき言ったその低い波動でいるのか高い波動でいるのか、高い波動で平常心であれば、石を投げられてもポチャーンともしないし、波動がね、波動の乱れが大きかったら、近くで見たらこんなでかいことだけど、遠くから見たらちっちゃいじゃないですか。地平線というか水平線、そこの波が大きいのかもしれない、近くで見たら波が大きいのかもしれないけど、遠くで見たらさだめの波にしか見えないような、そんな感じになるじゃない、例えて言えばですよ。それくらいの自分の大きな波動を用意していたら、もしかしたらそういったものにぶち当たったとしても、あまりその影響を受けずに自分を貫けるんじゃないかなと思います。はい、それでは今日もご視聴いただきありがとうございます。よろしければいいねとチャンネル登録、いや、なくてもいい。また明日会いましょう。それではさよなら、バイバーイ。